田村荒垣に2万課金するか株やるかで迷ってます。どうもプラス4人は芸人のアーナ高です。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあね、マクイホーム画面自チームテーブライズで無課金上がりでございます。マクイさんかっけーっさです。そしてその後ろにダルビッシュさんもいるよ。ダルビッシュさんもって感じですね。ありがとうございます。ということでね、今日は無課金赤なんですけども、契約書開封、はい、ドリームキャラバンで S 契約書で S30% 契約書あるんで、その契約書開封と、その後に、ね、リアタイやりたいと思います。よろしくお願いします。早速契約書開封いきましょう。さあ、じゃあね、ドリキャラの、報酬で、村上くん当てに行きたいと思います。まずね、S30% からいきましょうか。はい、もうこれで村上くん来たら熱いよね。まあでもとりあえず 30% の確率は引いてほしいな。うん、お願いします。きちいよ、これきちい。あーきちいな。 30% 最近全然当てれねえな。きた。狙いは村上宗隆、お願いします。えぐい、えぐい、えぐい、わーい、わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここでじゃあ次村上くん出たらもう完璧っす。マジで完璧っす。お願いします。ここで村上くん出たらマジ完璧よ。てかね、もうこれは S 確定だからもう安心して見られる。ここで村上くん来たらガチエグいわ。神回ってもうタイトルにつけちゃいます。お願いします。来い。はい、ということでね、さっき当たった、正隆さん、もう即帰は即称号をつけてきました。ありがとうございます、ね。月3800の切り込み隊長でございます。やっぱね、新進の正隆さんは、なんといってもこの阿部比、これね、まだ使ったことなかったんで、メインの方はね、アニバなんで、ここ選抜なんですよ。なので、ちょっとこれもね、試してみたいなということでございます。まあね、ガチオーダーで1試合やっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、一応オーダーがこんな感じですね。結構ね、まあ、無課金も強くなってきましたね。まあ、このノリさんが入ってきたことによって、で、その後、せいやさんがね、入ってきたことによって、まあ、かなりね、厚みが増したかなと。で、このショート坂本隼人さんが、まあ、本当に永久保存版だなっていう感じで、このアカウントの、まあ、柱でございますね。で、まあ、田淵さんもいますよと、金本さんもいますよと、ズレータもいますよと、あ、めちゃめちゃ面白いメンツです。はい、で、DH に、松坂さんということでございます。まあ、打順がね、1番柳田、2番坂本、3番吉田正尚、4番ノリ、5番浅村、ヤンキースね、6番セイヤですね、7番海山、8番山下さん、9番村上くんと。ここの村上くん、9番村上くんを早くね、シリーズ2に変えたいんですよね、アーティストなんで。はい、ここの村上くん早く変えたいね。てな感じです。で、今日先発はね、CD1 のマークでございます。はい。で、藤川さんの絵もいますよと。まあ、ここら辺もね、ちょっと使っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ここでございます。いや、無課金の守備が綺麗なんだよね。全員 B 以上なんだよね。もうそこはね、僕結構こだわり持っててます。メインよりこだわりあるね。メインはもう攻撃的打順なんだけど、無課金は守備も重視してる。さあ行きましょうか。マー君ね、昨日の動画でもマー君投げましたね。マー君使ってみたで。そうで、あれはね、シリ2のマー君なんで、まあちょっと違うんですよ、これは。うん、こっちはシリ1なんでね。で、ちょっとカウント悪くしたんで、まあ外角のスプリットで、はい、この方、外角あんま好きじゃない。これ間違いない。はい、ありがとうございます。で、ちょっとここら辺に、このスライダー投げて、ボール球でいいよ。あー、これはちょっと、あかんわ。じゃあ、また、スプリット。まあ、ここはもう安定かな。間違いないですね。で、レフトは山内さんと、化け物がいると。いうことでございます。まあ、無課金やかも、本当に厚みが増して、いや、だからさ、オーダーがめっちゃ揃ってるからさ、無課金やかもさ、めちゃめちゃ楽しいんだよね。そうで、そろそろね、無課金赤のランク生もやるんで、今日の夜また生放送やるんで、まあ何やるかわかんないですけど、決めてないですけど、生放送やるんで、ぜひともね、見に行ってください。はい、もう金、土、日、ランク戦、あ、ランク戦が生やろうと思ってますね、今週は。はい、さあ、行きましょう、どうかな。OK です、うん。由伸さん、欲しかったな。OK!
まあ高速スライダーが強いですね。さあ1番柳田悠岐、かっけえなー、これはかっけえですよ。ムカキヤガ1番柳田悠岐、あのね、もうほんとなんで1番で使ってるんですかって言われるんだけど、打ちやすいからっすよね。もう塁出ちゃうんだもん、必ず塁出るんだもん、そりゃ1番に置くでしょ。で2番林さんですね。まあ林さんもマジ打ちやすいからね、ほんと広角出てたね。まあ冒頭のあれじゃないけどね、今株やろうか迷ってて、そう、あのちょっと株詳しい方いたらぜひ教えてください。田村荒垣に2万課金するかすごい悩んでるんだよ。ぜひね、株知ってますよと、大野ちゃん株教えますよ、教えますよっていう方いらっしゃったら教えて、コメント欄で教えて。月やないかい。さあアーチアベヒ出てます。松坂さん、どんなバッティングするのか楽しみです。うん、あーなんかこの方の配球なんか嫌い、俺うまいうまいってことだね、嫌いってそれうまいってことね、嫌な感じ、打てない感じが。あー遅かった反応が。落合博満さんまだ使ってる。落合さんもね、今年どうなんだろうね、出るんかな中日、やっぱり中日なのかな。中日でならね、結構取り欲しいのよ。無課金赤の方結構欲しいなと思ってて、ファーストが今村上くん、パワヒの村上くんなんで、ちょっとそこ落合さん行きたいなと、狙いたいなと思ってるね。ライト、うわー惜しい。本当はね、中継いで継いでもいいかなと思うんですけど、まあでもマー君でいけるべ、マー君で全然いけると思う俺は。へい、でもう一球ストレートが決まっています。1ボール2ストライクです。うーん、振ってこないか。いいボールでしたけどね。じゃあちょっとここの意地悪な高速スライダー、これあんま曲がってこない。ナイス、うまいね、攻め、今配球の配球勝ちですよね。 A ランク藤川さん使ってみる、通用するかどうか、面白いでしょ結構。ここね、多分ね、長打警戒の方がいいんですよ。なんでかっていうと、A ランクなんで結構飛ぶんですよね、ボールが。オッケー、ナイスつえー、つえー、藤川球児。ノリさんのバッティングで終わろうか。ノリさんのホームランで終わろう。あかん、あかん、あかん、あかん。はい、流し、おーうまくない、俺ちょっと流し、もう流せるんよ。はい、あたす、もうね、あの無理に引っ張らない打撃っていうのもちょっと覚えちゃったんで、僕そう、もうね強くなっちゃってんすよ僕も。あー、まあね、クリスマスイブと大晦日に2週連続でルーム戦やろうかなと思ってるんで、まあ、生放送来てる方も分かってると思うけど、やろうかなと思ってるんで、ぜひ右に遊びに来てください。まあ僕も仕上げていきますよ。無課金やかでもルーム戦やろうかな一回、あー落ちない、やってみようかなっていう感じはしてる。うん、無課金やかでもちょっと面白いかなと思って、それも。さあ田淵でごわす行こうか。阪神バージョンの田淵さん、去年確定で取れたんだからね、めちゃめちゃ熱かったよね。OB 第4弾だったんで、まあ佐々木さんか田淵さんで迷った方いっぱいいるだろう、ね、いっぱいいただろうね。僕は田淵さん取りました、ウカキンは。あー、これ落ちるね、ナイス。さあ、曲げ物、山内さん、ちょっと好きだね、きついんだよね、もう去年の OB は。うわっ、ここで石川投手、中継ぎに入れてるんすよ、僕、石川投手、ムカキンやと。結構ね、中継ぎに入れるとね、いいピッチングするのよね。そうそうそう。これがね、やっぱ見逃しちゃうの、初見っていうかさ、やっぱ入り、石川さんの入りをこれ見逃しちゃうんだよね。めちゃめちゃコントロールいいからね、石川さん。
で、ここの進化もう絶対手出る、絶対出るから。あ、これ、いやー今のきついな。もうちょい、もうちょいキワキワ投げてよ。これ手出るよ。うわ、出ねえ、手出ねえ。でもこのストレート落ちると見せかけての、オッケー、ゲッツやゲッツゲッツ。何してんの何してんの、なんでワンパンなんだ今の。オッケー、全身全身、ナイスー。大魔神の A ラン、どのぐらい落ちるんでしょうか。東方です。え、変化量マイナスどれぐらい落ちんの。東方です。はい、ありがとうございます。ノーリー、ナイスー。はい、パナマウンガー来ました。ここでパナマウンガーですよ。はい、パナマウンガー、パナマウンガーです。で、一番に柳田さん置いてると、こうやって延長になった時に回ってくるんですよね。え、あたした、